はいどうもおはようございます速化塾の久保です今日もですねヘビウェイ級の相場解説は FX オリガルヒとそれからですね速化塾の限定動画をご覧の皆様の共通動画としてお送りしますえ3月9日朝6時の相場解説になりますよねで FX オリガルヒの方はもうすでに1本コンテンツを出しているのとあとこの後追加動画が今日も何本かいきますのでね参考にしてチャンスをつかんでいただければと思いますはいそれではまずデイリーの解説からです デイリーは前々からお話しているように、えー、こう右肩下がりがあってねそれから横ばいという転換期を迎えて上昇に転じたよってことですいまだに上昇に転じたのは変わってませんけどもここでですね上下のひげを出した、えー、短い実体のロうソク足が1本出てますその前はね大きな力強い実体で陽線が出てるんですけどもねでこれが何を意味するかってことなんですけども今一瞬迷って横ばいに入ろうかどうかってことなんですよ でこれ1時間で見たらわかるんですけども利確が入ったってことなんですよねはいじゃあその辺も合わせて解説していきましょう4時間を見ていただきますとお話ししたように3つのプライスが未だに使えてるよっていうの,の中のこのプライスですよね135円の556ここを一旦抜けるともう割りにくくなってきてるわけですよで割った瞬間ヒを出して上の方向に引き戻されているところが2カ所ありましたね でですんでこの2か所で持ってダブルボトムを想定してこの突き上げを考えていたわけですよでそこに材料も偶然出てきてそれが顕著になってきたっていうことになりますそして、えー、この上昇の流れが一旦止まったのがここなんですよこれは昨日の FX の相場解説 FX オリアルヒを見ていただいた方なら私の警告が届いたと思いますけどもこの1時間軸で 大きくズバーンとね、ダブルボトムからあ、ダブルボトムは今回こちらですね。ダブルボトムから上がってきた流れが、N を作って、1回押し目、2回押し目、3回押し目を作って、さらに突き上げて上の方に上りました。その途中で私申し上げました、昨日の午後の解説です。ここからは、買いでポジションを取らない方がいいと。すでに手遅れたってことです。ですんで、買いのポジションを取りたい方は、 相当な覚悟とリスクを持ってロットを減らしていくようにということを申し上げましたえ、そしてそれは顕在化してきてここでポジションの利確が起きているわけですよねこういうところでエントリーした方が利確を一斉に起こしているわけなんですよだから下落の流れが起きていってこれを押し目だと思う人はここを超えたらまたね抜けたのも確認してこのあたりで倍で入ればいいんじゃないですかってことを申し上げました で結局そうはならずに下落の一歩をたどって、えー、もしかしたらこれはロスカットを巻き込んでの大きな下落かもしれませんけども止まったのがこの水準136円の790でやっと止まったってことになりますでここからね、えー、よくある反ね戻しみたいなことが起きてるわけですけども前回の FX オリガルィの相場解説を申し上げましたけどもこれはあレンジオプションが、まあ、一旦ここでできてますんでね 上帝と下庭がここに決まるわけでしょあれえっ、ー、と、ここです。上帝と下庭が決まって、この幅1円ぐらいのレンジオプションができたんじゃないかなってことを申し上げました。で、その通りに、今、半値戻しぐらいで、今、滞ってるところですね、このたりで、ね。えっ、ー、と、前回ね、えー、相場解説で申し上げたように、下庭が決まった瞬間に倍で入っている方は、ここまでが含み駅になってると思いますよ。で、その方はね、一旦、 決済して,いただいてまたあのここまでの利益の半分でもって追撃を食らわしたらいいんじゃないかなと思いますはいじゃあ今後の動きですけども大筋はこのレンジアオプションで攻めていきます価格にして137円の855136円の790でくくりますこの間のレンジオプションで一つ考えていただきたいのは ペナントになりながらね、収束していって、上下どちらかにブレイクっていう形を取るんじゃないかなっていうのを、まあ、仮説の一つとして頭に入れておいていただければと思います。基本的にはレンジダウンオプションでやっていく場面でございます。はい、それでは以上ですね。FX オリガルヒの方また追加させていただきます。え、そしてですね、昨日 FX オリガルヒにご参加いただいた方ありがとうございます。えー、この後ね、またプロモーション動画を、速化値限定動画をご覧の皆様にはあお付けしますので、あと、 1>, 1名今月中に、えー、この特典で参加したい方は参加していただければと思いますまずはお問い合わせからいただければと思います昨日お問い合わせいただいた方すいませんけどもお断りした方がおります、えー、とまだまだ準備が整ってない方は基礎から固めてそして暮らしから固めていってくださいということでしたそれでは今回は以上です FX オリガルヒではこの辺もねきちんとサポートしております 騙しも戦略に組み込むえぐれ攻略方法というふうに言ってますねこれ騙し騙しって言いますけどもこれもちゃんとね作戦に入れないとダメですよってことなんですよねそれをやってくれるのがこの FX オリガルヒということになりますさあ次の画面なんですけども例えばねどんな方が実績を出してるんでしょうか、えー、FX オリガルヒこれはご本人様の映像ではないんですけどもイメージですあくまででも年齢71歳で fx オリガルヒに参加して半年間で100万円の利格をされてましたからねこれたびたびね進捗とともに紹介してきたんですけどもこの度こういった一般動画で公開するのは初めてです、えー、ご本人さんねどうしてもね出たくないということなんでこういう風な画像になりましたけどもねはいその他ですけどもこんな方もいらっしゃいますはい42歳で独身の女性ですこれ今現在独身の女性なんですけどもこの方はね私のサポートを 受けてえー、年間300万というのはこれはね今年この方に頂、えーまあ、い,いた年間の指導料です300万をいただいたんですけども昨年2000万の利確をしてますんでね、えー、300万あなんか払ってくださったんですよ ちょっとこの辺の細かいことは今の時点では申し上げられませんけども簡単にこの方とのね略歴を申し上げておきますこの方4年前に私の FX のコンサルをね 希望さされて申しし込んでくださいましたそれまで FX のコンサル私別にあの受け付けてなかったんですけどもこの方がね言い出してコンサルをしてくださいってことだったんで1年目は、まあ、100万円で請け負ったのがあ1年間ですね1年間のコンサル費100万円で請け負ったんですけどもこの方はあのプラスにはなりませんでしたプラスゼロって書いてるでしょ でもですね、内容にものすごく充実感があった、納得感があって、テクニカルがこれで身についたかもしれないと、もうちょっとやってやらせていただきたいということで、2年目はね、200万円でコンサルを申し込んでくださったんですよ。まあそうすると2年目は800万の利益を出すことになりました。まあ私も二人三脚でやらせてもらったんでね、非常に細かいサポートになったんですけどもね。そして3年目なんですけども、3年目にはね、えついに、あの、これ200万のコンサルフィーいただいてたんですけども、2000万。 ね、2000万の利益を上げたということになります。いや、すごいなと思って、今年4年目に突入したんですけども、4年目は感謝でね、じゃあもう今年で多分サポートをいただくの最後になると思いますんで、300万円のね、えー、コンサルフィーを利益の中からお出ししますんで、ってことで、今年、現在4年目に突入しております。まあ、この方のね、コンサルの下地があったんで、FX オリガルフィーをやる、うこのね、えー、私も気持ちが、 高エフェクスオリガルヒでやるかって感じでこの方と同じような指導まあ全く同じじゃないですけどもね同じような指導でエフェクスオリガルヒというのはあの構築しております、まあ、この方はね私の手元を離れてもう完全に一人でやるそうなんでえー、なんかちょっと寂しい気もしますけどもね今年久保さん最後のコンサルお願いしますって形でね300万をお支払いいただいたということなんですけどもいやでもね800万トータルで私にコンサルフィーをこの4年間で払ってくださったんですよ でもこの方のの方上げた利益ってのは2800万でで、すからねで。4年目はまだ全然始まったばかりであのどのぐらいまでいくのか分かりませんけどもまあ3000万いくかどうか分かんないけども2000万を切らないようにいきたいとか言ってましたねプラス昨年はねやっぱり特別なトレンドの動きがあったんで2000万はできすぎだってことはねよくよく私とこの女性とで確認していたんでまあ、今年ね1000万を切らない程度でも優秀だと思いますよ。 どちらにしてもお金の問題をね急に解決してくださったっていうのはなかなかすごいことだなと思いますでこの42歳独身女性の方今まで何回かあの FX オリガニ内では紹介したんですけどもちょっとこの辺ではね詳細をお話しすることは控えさせてくださいただしお問い合わせがあった場合はこの方のことをもうちょっと細かく詳しくお伝えしようかと思いますね FX ってすごいでしょはい <laughs> それでねこういった画像になりますあ前代未聞です私がね FX のテクニカル相場解説をややっっててもう7年間毎日やってますからねで、FX オリガルヒは皆さんにお見せしてないところも1日に何回も何回も放送してます。多い時は10回ぐらい放送してますんで、10回ともなるとね、本当にね、2時間に1回ぐらい動画が送られてくるような感じです。ということで、ちょっと下の方を見ていただきたいんですが、 お金の問題解決特にね40代50代からあのすごく大変な作業をねたくさんやったりとかアフィリエイトやったりとか転売であの梱包したりとかサポートしたりとかってすごく大変なんですけども FX は本当にパソコンだけで商品もありませんし集客もいりません。完全攻略を もし、ね、お金の問題解決望むなら FX オリガルヒに挑戦していただきたいと思います価格はもうすでに今ねかなりの価値が高まってしまって当初はもっと安くスタートしたんですけども49万8000円で令和5年は固定しております、はい、そしてですね、まあ、いきなりこの FX オリガルヒもどうかなと思う方は 基礎用語、基礎概念から覚えたいっていう風なね、FX の基礎講座。これ2019年度版なんでちょっと古いんですけども、でも内容は今でも使えます。それはまあ、FX ってのは、あの、年とともに理論が古くなるわけじゃないんでね。ただしもう年代も過ぎてるんで、えー、29万8000円で当時出していたものを今回は5万円で販売させていただきます。 これ毎日ね1分の相場解説あ相場解説じゃない基礎用語、基礎概念の解説を、えー、動画でお届けしますメールでお届けしますこれを3ヶ月やっていただいてマスターしていただくってことになりますですんで FX 本当にまだ自信がないんだけどなとかね まだデモをやってるところなんだけどな、もしくはデモもまだできてないんですよと、相場解説、あの、口座解説か、口座解説もまだいまいちなんですよって方はね、こちらから始めていただければいいんじゃないかなと思います。3ヶ月間5万円で学びますんでね、<laughs> 結構安いんじゃないかなと思います。はい、こちらの方もお問い合わせを待っております。じゃあ次ですね、こちらになります。えっ、ー、と、やっぱりね、FX オリガルヒと初級編の間には中級編っていうのがあるわけですよ。 この FX の中級編ではテクニカルを学んでいきます。FX 攻略に必要な4つの技術を私がまとめました。逆田五法、ゾーン、フォーメーション分析、エリオット波動。この4つの技術を身につけることによって、なんか移動平均線すら使わないですからね、私の場合は。移動平均線はなんで必要なのか、未だにちょっとよくわからないところがありますけども、まあ移動平均線がもし必要でしたらね、また講義に詰め込みたいと思いますけども、とりあえずはこの4つがマスターできれば、あー テクニカルは攻略できると思いますえ。こちらの中級編は半年間、週1回目安の配信で全44講義です。まあ,あ、やっぱり半年間ぐらいはね、じっくり学ばないと身につかないと思います。で、これをね、2022年版、え実はこれ2019年出してるんですけども、それを改定して2022年版にしたものを29万8千円だったんですけども、今回は9万8千円で、期間限定で皆様に、この動画をご覧の皆様にお届けしようかと思います。 はい。じゃあ次の画像ですね。いよいよ最後になってきました。はい。FX オリガルヒ、まとめますよ。オリガルヒは上級編とも言っていいのかな。すべてを網羅している498000のパックです。こちらの FX オリガルヒには、基礎講座と中級編。希望の方にはこちらの方もタダでお付けします。えそしてオリガルヒはまだちょっと早いんだけどなと。まずは基礎から学んでいきたいなって方は、298000の基礎講座を5万円で、そして中級編、 そうだなテクニカルをちょっと勉強していきたいなって方はね基礎用語をすでに入ったという前提でこちらの中級編の方を提案させていただきます29万8000を今回は9万8000ということでございますはいじゃあお問い合わせ先とそのほかでございますね割引期間は令和5年の3月14日火曜日までです、まあ、この時点でお申し込みもしくはお問い合わせがない方はあ正規のね 29万8000円戻っちゃいますんで、えー、ぜひね、安いうちに、えー、ご購入ください、えー。お申し込みとお問い合わせはこちらの方でメールをいただければと思います。えー、県名には FX 割引と書いてですね、カッコであなたのお名前を添えてください。そして、いつものメールアドレスによろしくお願いします。ということで、今回のご案内は以上になります。よろしくお願いします。